は、今日は2018年10月13日ですね。現在カンボジアの、ポイペとタイの国境です。タイの国境の町にいます。そしてこれからですね、シェムリアップの町まで、行きます。で、先ほどタイの方から、ポイペトの町まで入ってきたんですけれども、これからですね、こちらの車をタクシーを借り切って、家族3名でこれからシェムリアップまで向かう予定です。私はですね、シェムリアップには、20年ぶりの訪問になります。まあ、昔どれだけ、変わっているのか楽しみにしています。でシェムリアップには、皆さんご存知のアンコールワットという、10世紀前後に建てられた大きな、ヒンズー教の寺院があります。今回は家族でそこを目指していくということになります。よろしくお願いします。こんな感じで、ハンドルは、左ハンドルですね、というように、カンボジア仕様に改造してるのかな、そういう形なのか、もしくは、欧米から入ってくるかみたいな、ちょっとその辺はよく分かりません。でここの目の前にあるのが、これが鉄道ですね。で、向こうに見えるのがカジノなんですけども、カジノの先が、タイになります。でこちらはカンボジアです。でちょうど鉄道がですね、ここロータリーなんですけども、ロータリーの真ん中を斜めに突っ切っているということになります。で今タイの国境か、タイカンボジアの国境、ポイペトの町からこれからシェムリアップに向かうんですけれども、まあ、この辺り非常に、無秩序状態に車が走っておりまして、もうすぐ鉄道の駅が見えるはずなんですけれども、ポイペトの駅、あれもう過ぎちゃったかな、あれなんか過ぎちゃったような気がするな、ちょっと見過ごしたかもしれない、ちょっと見過ごしましたね。ポイペ、あ、ここかな、ポイペトの駅がね、ここ、あ、ここですね、ここですね。で車から見るとポイペトの駅はこのように非常に綺麗な新しい、まだ人がいないですね。で今現状は週に1便ポイペトからプノンペンまで走っております。確か月曜日の朝6時発かな、7時発かな、どっちかですね。週に1便しかないはずです。で今日は10月の13日なんですけれども、10月30日、10月末まではフリーで乗れるということで、私も10月末までにはここに、もう一度来たいと思います。それでプノンペンまで、行きたいと思っておりますが、ちょっと機会があるかどうかは分かりません。というわけでこれから、シェムリアップに向かうんですけども、シェムリアップに向かうには、鉄道が走ってないので、このように公共の、乗り物を利用するということになります。まあ、このタクシーは多分個人でやってる人のタクシーなんでしょうけれども、ですね、まず値段がですね、バスで行った場合ですね、1人300バーツで、今回3人で来てるんで 300×3、合計900バーツですから、円に換算すると約、3000円かな、だから1人当たり約1000円ですね、ということになります。でタクシーが、1台貸し切って1000バーツ、だから約3000円ということで、バスで行くよりは100バーツだから約300円ほど高いんですけれども、まあ、3人だったら、ね、快適に、行けて、まあ、時間、バスを待つ必要もないので、今回はタクシーで移動することにしました。ポイペトからシェムリアップまでは約2時間ということですね。タクシーで車で乗用車で行くということになるんで、2時間というのはちょっと、やっぱり早くて快適といった感じですね。まあ、情報だとバスで3時間半とかかかるっていうような気がしたんで、
晩だけ1万なのか、そうです、3時間から3時間半ですね。ですからこのタクシーの方が全然快適ということになります。まだまだポイペトの街は続きます。ゆっくりゆっくり走って、前にですね、トラック、まあ、非常にスローなトラックが走っておりまして、それが邪魔をしているということです。で前の車は、あ、これトヨタのプリウスですね。ハイブリッドか、こういったものも最近は走っていますね。ちょっと車の方を見てみますと、トヨタ系が多いのかなという感じはします。トヨタ系の車やっぱり多いですね。古い世代のカムリがいっぱい、それからレクサスなんかもあるし、ホンダのこれもハイブリッドカーだな。それからレクサスがなんか知らないけど多いな。これはカローラ、ベンツも走ってますね。やはりカムリが多いかなという感じはします。それからなぜかレクサスが非常に多い。フォードレンジャーも走ってる。これはタイから来てるやつですね。1トンピックアップトラックはだいたいタイから入ってきてるような気がします。でレクサスに関してもおそらく中古で入ってきてるのかもしれません。でちなみにカンボジアは左ハンドルということで、日本やタイとは逆になります。そうですね、街の中はですね、スピードの速い乗り物、遅い乗り物が混在していて、なんか結構こういったところが無秩序的になっている原因なのかもしれません。なんかぐちゃぐちゃですね。追い越しはできないところをはみ出しながら、そしてこちらはですね、リアカーですね、リアカーバイク。さすがカンボジアで、ここ追い越し禁止なんですけれども、このように平気で追い越すというのがカンボジア流なみたいですね。ポイペトの町から約10分ほど、走ったんですけれども、ここに大きなロータリーがありまして、ここの左側のあたりは分譲住宅なのか、分譲マンションなのか、分譲アパートなのか、なんかそういった看板が見えまして、これからあれでしょうね、この辺の、開発が行われるようなところみたいです。ポイペトの街もどんどんこれから大きくなっていくんでしょう。で道はですね、このようにアスファルト、ですね、舗装道路で行ける、時代になりました。で私が何年前だろう、6年前かな、もっと前かな、そう6年ぐらい前ですね、来た時は確かまだこの辺も舗装はしてたのか、両国とかどうかちょっと覚えてないんですけれども、少なくともポイペトの街の中はぐちゃぐちゃな、未舗装の状態でした。ちょうど、雨季の時期でなんかぐちゃぐちゃのところを歩いた記憶があります。で今ちょうど、時間がですね12時半頃なんですけれども、うちのかみさんがお腹が空いたということで、タクシーの中でこのようにお弁当を広げて食べているところです。まあカンボジアだから普通、いやタイだったらこんなことは誰もしないんだろうけども、なんかね、タイのタクシーの中でお弁当を広げて食べるなんて言ったら、まあそれはもうタクシーの運転手に品種を買うんですけど、なんかここはどこでもありなのか、うちのかみさんがまあ勝手にまあ OK だろうということで、このようにご飯を食べております。どうもありがとうございました。でこちらがですね、ちょっと行き過ぎちゃったんだけども、バスターミナルですね。ポイペトの町からここまで、バスに乗ってくる場合はここまで移動する、してくる必要があるみたいですね。で結構10キロぐらいあるんじゃないのかな、ここまで、時間で言うと約15分とかなり遠いところです。これはちょっと不便ですね。もし我々がバスに乗るっていう選択をした場合には、ここまで来なくちゃいけないという。それで先ほど、運転手さんに話を聞いたら、シェムリアップ行きのバスは午後3時にならないと発車しないということで、本当か嘘かわからないんですけども、じゃあそれまで待たなくちゃいけないと。10キロここまで移動して、それで3時まで待つということでしたら、それで900バーツだったら、それはタクシーで1000バーツを払ってきた方が、行った方がよっぽどいいということになります。ということで今回の選択は我々の正解でした。
VIP パス、なんでこれこの VIP パス、あ、なんか止まってますね。ちょっと故障しちゃったのかな。あ、これは故障して乗り捨ててありますね。でここの国道は、アジアハイウェイの1号線になるんですけども、カンボジアでいうとどうなるのかな、国道何号線かちょっとわからないんですけども、あ、また来ました。このようにですね、片側1車線で、交通量がそれほど多くないんですけども、その分ですね、追い越しをかけてくる、車が結構多いようで、でこの車もまた追い越しをかけております。前から車が来ていてもこのように追い越しをかけて、ちょっとですね、助手席に乗っている分にはちょっといやヒヤッとすることがあったりするんですけども、はい、これがですね、やっぱこれ田んぼでしょうね。なんか私が20年前に来た時にはこの辺にはやはり、地雷が埋まっているということで、ドクロマークの看板が、こういった、農地というのか土地のところにいろいろと、看板が立っていたんですけど、最近はそういうのは全く見えなくなりましたね。今はちょっと、全然見ることはないようです。ここに限っては。それですぐ ここからですね、30メートルぐらい先のところ、50メートルかなのところに、プノンペン行きのレールが、走っております。カンボジア王立鉄道の西線、我々がこのタクシーに乗った、ところホイペトが終点になります。で今ここシザポンなんですけども、ここが、ここのですね、サンサロが、ここにサンサロが、大きなサンサロがありまして、ここを左の方に、あ、ごめんなさい、右の方に行くと、バタンバン、それから、プノンペンですね。それから我々はこれから、シェムリアップ、アンコールワットのあるシェムリアップに向かうん で左の方に折れましたという、まあ一応分岐の大きな町です。あ、ここシサポンってこんな大きいんですね。ちょっと私の勘違いで、こんな大きな町だとは知りませんでした。そうですね、タイの地方の町とは見た感じはそんな見劣りのしないところだな。ナサホテル、ちょっと建物自体はタイよりも少しチャチいような作りですけども、まあそれでも何ですかね。あ、お相撲さんが一人います。誰だろう。モダンランドリー、お相撲さん。それから、あ、久保田ですね。久保田の農機具、これはハーベスタンなのかな。久保田はカンボジアでも頑張っていますね。それからまたフンセン首相がここの町にもいます。で今ですね、昔の記憶、20年前の記憶を思い出しながら、記憶を探りながら今景色を見てるんですけども、当時はこの道は未舗装、そして橋なんかも、まあ、鉄橋ではあったような気はしますけども、ただ鉄橋の上に木の板を引いてあったような気がしますね。それで、通行、車が通行したりするときに木の板木の板を外しておいて、車が通行するときには木の板を渡すと、でその時に通行料を通すという話は聞いたことあります。ただ私が乗った時にそういうことをしていたかどうかというと、確かそういう記憶はあんまりないですね。ただ、通行料を徴収していたというのは、見ました。当時ですね、クメールルージュがまだ残っていた時代 で私が、ホイペトからシムリアップまで行った時にも、1トンピックアップの後ろに乗った兵士の人たちが、バズーカ砲を抱えながら、移動していたのを見た記憶があります。今ではそういうのは全く見られなくなってしまっていますね。まあ、それにしても、気持ちのいい景色ですね。これは水田だと思うんですけども、まあ、カンボジアなんで、
うるち米ということになります。タイの場合には、東北タイ、それから北タイの方ではもち米文化圏になるので、もち米、それからうるち米というのが、一緒になっているんですけども、カンボジア、クメール民族は、うるち米を食べるということで、この辺りもみんなうるち米なんだと思います。いや、それにしてもですね、今なんと時速80キロを超えてきました。それにしても車が少ないから快適というのもあるんですけども、まあ、これこんな早く今は移動できるというのはやっぱ時代がどんどん変わっているという、感じがあります。走れるスピードです。あ、信号もありますね。そうだね、あ、これも本当だ。これは綺麗な信号ですね。LED の信号。これはソーラーパネルで何か動かしてます。これは街灯ですね。街灯をソーラーパネルで発電させているというパターンです。さて、この先で大きなトラックが、道路の脇に、駐車をしているところです。これはなんだ、検問なのかな、ちょっとよくわかんない。あ、これ検問ですね。検問を行っているところです。で、トラックが止まっています。あ、これがそう、やっぱお寺はありますね。これがお寺ですね。ほうほう、まあ、タイのお寺とやっぱり共通する、イメージ的にはなんか似てるものがありますね。で、今思い出したんですけども、20年前にこの道を走っていた時によく、私の乗っていたバス、これはバスというよりは1トンピックアップトラックなんですけども、その荷台に乗って、移動しました。まあ、それを、バスというふうに呼んでいるんですが、よく道から外れて、畑作地ですね、これ脇のずっとここですね。だから今の、水田の部分、ここを走っていたという記憶がありました。要するに、道路がですね、かなり状況が悪いんで、それよりは、畑作地を、水田の部分を走った方がいいだろうということで、おそらくそういうことをしていたんだと思いますが、今はそういうことは、ありえないような状況になってしまいました。で、今、うちの子供とかみさんと話してたんですけども、セブンイレブンがないねという、まあ、それはおそらくカンボジアにはセブンイレブンがないんでしょう。セブンイレブンもない、ファミリーマートもない、10年から15年ぐらい前のタイと同じような状況ですね。で、ここタイも10年ぐらいでセブンイレブンがわーっと増えて、世の中セブンイレブンだらけになってしまいました。ミニマートイコールセブンイレブンという世界になってしまいまして、で、私の子供は今10歳なんですけれども、ごめんなさい、9歳でしたね。ミニマートイコールセブンイレブンで、まあ、セブンイレブンは、どこに行ってもセブンイレブン、セブンイレブンというはどこなのということで、まあ、そういう世界、タイはそういう世界なんですが、カンボジアにはセブンイレブンはまだ存在しません、今のところです。まあ、それにしても気持ちいい景色で、何キロ、10キロぐらいあるのかな、ちょっと分かんないんだけども、にわたって木もない、建物もない、そういった、いや、気持ちのいい景色があります。これがカンボジアです。うん、で、今ちょうどですね、トイレタイムということで、町の雑貨屋さんのところに車を止めて今休憩をしているところです。で、雑貨屋さんのトイレを借りてちょっとおしっことかしようと思うんですけども、で、これが雑貨屋さんの内部、こんな感じかな。で、一応タイ語も聞こえたりしてます。で、こうやってくると、これからトイレに行くんですけども、まあ、商品があってお店の奥の方に行きます。そうしますと、なんか服が、下着が干してあったりと、で、その奥に行きますと、今度、あ、うちの子います。ここがトイレになります。で、トイレはどんなのかな。カンボジアのトイレというのはタイとほぼ同じですね。で、ここは洋式トイレになっております。こんな感じです。あら、そうね。はい。で、この雑貨屋さんではですね、何が売ってるのかな。こういった、これラジオですね。いまだにラジオが売っていたりとか、まあ、携帯用のやつとか、この、1分カップ。1分カップ。
ครับสวัสดีครับพี่ใบอืมพี่ใบพี่แค่ห้องน้ำก็ชื่อซื้อทองน้องมีใครซิมด้วยซิมโทรศัพท์น้ำมีค่ะมีใครหูซวยด้วยこれはですねなんだなんとかパウダーグリーンカレーパウダーこれは香辛料の単語ですねカンボジアの香辛料という感じそれからあとは漢方みたいなものもありますでここのお店のお姉さんがですねタイ語でこんにちはと言ってなんかトイレ使ったら物を買ってくれというふうに言ってるんですけどโอ้ก็เอาน้ำเปล่าไหมคะอืมก็ได้ครับจะเอาเป็นโค้กหรือกาแฟอะไรก็ได้ครับโค้กเย็นๆโค้กเย็นๆน้องเลือกเอาโค้กไม่ลูกหรือเอาไอติมไอติมก็มีใช่ไหมมีไปดูนะไอติมก่อนหรือจะไอติมลองแบบนี้ดีกว่าเพราะยิ่งมีというわけで今お買い物をしているんですけどここは結構いろんなものを売ってますねお土産物やなんかも売っていてあこれはいいなこういうカンボジアのらしいものあというかこれ古いお札ですねこういうのはちょっと興味がないことはないんですけどもやっぱりやめておこうっていう感じかなカンボジアプノンペンシエムリアップまあこういったものもあれでしょうねシェムリアップに行けばいっぱいあるはずだからここで買う必要もないでしょうでこれがですね量が 500cc のお水なんですけどもこれが20バーツタイだとこの量だと多分507バーツか6バーツぐらいですねというわけでカンボジアの物価というのは高いなというお水で測るカンボジアの物価ということでしたでこれが街の様子ですで今、ドライブインによった町がクルッサランとかプルッサランとかちょっと一回聞いただけでは覚えられない町の名前だったんですけれどもここからシェムリアップまで約50キロのところまで来ましたあここに看板が出てますねシェムリアップオスマッチサムロン見えなかったんだけどというか、今私は見たんですけどもね我々の上をですね飛行機がエアアジアの飛行機がですね横切っていきまして非常に低い場所を横切っていきましたでなんだと思ったら飛行機が横切っていってすぐこの左側がシェムリアップの空港なんだそうですいや驚きましたよそういうことで、シェムリアップの街に入ってきましたシェムリアップの町に入ってきたんですけども、道がですね少し綺麗に、整備されている、ところに入ってきましたということはもう町に来たということですね、まあ、真ん中に道があってその横に側道があるというパターンでまだちょっと郊外っぽいんですけどもなんかそろそろ町っぽい様子が出てきましたね時速130キロの看板が出てますなんか大きな建物が見えてきましてこれはなんかちょっと老舗のホテルっぽいような気もするんですけどこれはちょっと新しいなっていうこちらもなんか大きなホテルがあってさすが、まあ、世界の観光地というイメージが出てきましたこれがシェムリアップあここもなんか大きなこれはなんだ民族村これはカンボジアカルカネと民族文化村という感じですねこれは何だろうよくわかんないこれはなんかマーケットみたいですねでここにピョンヤン冷麺レストランというのがありますわこれは北朝鮮資本なのかなこれあれですねあの北朝鮮レストランというやつですねいわゆるでその隣にコリアンレストランがあるんでなんか北朝鮮と南朝鮮韓国ですねそれが一緒に並んでるっていうような感じかもしれませんという感じですねでポイペトから来たタクシーなんですけれどもここで、降りるように言われましたおそらく仕組み的にそういう風になってるんでしょう遠距離で来たのはまあ、バスとかと同じでここで降ろされるということみたいです
でここの、町の中を走っているトゥクトゥクなんでしょうかね、まあ、バイク三輪ですね、はい、OK、でそれに乗り換えろという話です。โอเคครับครับขอบคุณครับครับครับองค์กรครับเด็กโยกแต่อ่ะこれカムリですねครับこれこのカムリはこのモデルかなるほどねครับขอบคุณครับเดี๋ยวขอถ่ายรูปこのカムリこのカムリはこんなカムリこのモデルなんだ2000年頃なのかなこのカムリは97、98年頃ですねで今ですね、目抜き通りのショッピング、なんだこれだ、アンコールショッピングアーケードの前に降ろされました。でここにですね、たむろしている、三輪バイクですね。その人たちと。300バーツ、約1000円。It's expensive car.okay, okay, okay, okay. なんかタイよりは全然高い。200。